さあこの時間もネイル TV 特設スタジオからお届けをしてまいります。改めまして皆様こんにちは。世界最大級のネイルの祭典東京ネイルエキスポ初のオンライン開催で今日もお昼からお届けをしております。テーマがパワーオブザネイル、信じようネイルの力、ネイルの力で日本をそして世界中を元気にしていこうということで今日と明日の2日間さまざまなゲストを交えていろいろなコンテンツをお届けしております。このお時間なんですけれどもアジアのネイル事情韓国編ということでなんと、オンラインならでは韓国とリアルタイムで、オンラインをつなげてですねお届けをしていこうというお時間になっております。もちろんこの時間もネイル TV メインパーソナリティ中曽根幸子先生とご一緒に進めてまいります。よろしくお願いいたします。アナハシルニカ中曽根幸子イムニダハングルも上手でいらっしゃいます。はい、中曽根先生でございます。そしてお隣に水野義雄先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。長らく韓国と日本のネイル業界というのは、お付き合いが、きっと終わりになるのかなというふうにも思いますけれども毎年ネイルエキスポにも水野先生韓国からたくさんの方々来てくださってますよね。そうですね、特に今会長は、国際ネイル検定に尽力された方で、これから、ちょっと今中断してますが、来年に向けて、まだまだ発展していくんだろうなと思っています。はい、さあ毎回ですねエキスポにご来場いただくときにはいつもご紹介くらいで皆さんにはなかなかですねその詳しい状況というのをお伝えしきれていない部分もあるんですけれども、今年はオンラインということで中曽根先生韓国の今のネイルを取り巻く状況であるとかあるいはネイルサロンのコロナ対策どんなことやってるのとか韓国ではどんな商品やどんなトレンドがあるのっていうお話なんかもこの時間は伺っていきたいですね。そうですね、韓国でも結構商品が作られてるんです。そうなんですね。あとアメリカでも、韓国の、会社が向こうで、商品作ったりとか、昔から結構韓国商品っていうのはお世話になってます。やっぱり韓国といいますと皆さんご存知の通り美容大国、非常に美意識の高い、国でもありますので、きっといろいろないいお話がお伺いできるのではないかなというふうに思います。それでは早速オンラインの方で呼びかけをさせていただこうと思います。今日はですね韓国ネイルリーダー協会から会長のコン・ランギョンさんそして会長秘書のエリカさんにスタンバイをいただいております。コンさん、エリカさん、アニョハセヨ。アニョハセヨ。アニョハセヨ。お元気ですか？お元気ですか？ね、잘지내고있습니다。なんか同じ顔に見えるんだけど。同じ眼鏡して。ほんわかなお二人でございますけど、マンナソパンガスムニダ。今日はよろしくお願いします。アニョハセヨ。모두건강하시죠。じゃあですね、まずは今日初めてお二人にお会いになる視聴者の皆さん方たくさんいらっしゃいますので自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。ね、안녕하세요。저는ネイル協会인스트한국의ネイルリーダース협회의권남경입니다。반갑습니다。こんにちは皆さん。私は KNLA の協会の会長권남경と申します。はい。모두들건강하시죠。皆さんお元気ですか。でコンさんには毎年エキスポの会場でお会いしているのですが今年は残念ながらリアルでお会いできずに、はい、でもオンラインでこれからの時間ちょっと詳しく韓国のネイル事情についてお話をお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ね、韓国は요즘はい、まずはですね最近韓国ではコロナウイルス感染症の状況の方はいかがですか。コロナの상황은어때요。네、조금많이괜찮아졌다가요즘조금올라가고있어서조심하고있습니다。ちょっと落ち着いたところで最近ちょっと少しだけちょっとコロナがちょっと上がってる広げる中だったので今皆さんすごく緊張して注意する中です、やっぱりねその同じ日本でもね、そうですね、そうですね、もう私ね去年韓国で眉アートメイクしてもらってそれで、
1回目は薄く、2回目行った時には濃く、薄いままで消えてしまいそう2回目がまだできてない今年も行けないし、もうそのうちなくなってしまうんじゃないかな。来年おしゃれ行こうたよ。来年、来年来てください、はい、お願いします。必ず行けると思います。さあ、韓国でもネイルサロンさんやスクールさんではいろんなこう感染症の対策というのをされていらっしゃると思うんですけれども、どんなことを行われているのか少し教えていただけますでしょうか。ネイルサロンさんの手順は、어떻게 하고 있는지。영업시간을조금짧게하고요。1대1그손님이한국은좀굉장히큰데1대1몇명씩안받고지금영업하고있습니다。ネイルサロン の営業時間を少しだけ短くした後に、1台1台ちょっとスペースの中で人が入る人数を少しだけ少なめにして、うん、皆さん注意しながら今管理をするじゅです、うん、ありがとうございます。エリカさんは、中国とかいろんなところ出張していらっしゃいましたよね。今全く必要なしですか？そうですね。저희요즘사무실에서잘놀고있습니다。でも最近はできれば移動しなずに事務所で一生懸命働く中です。そうですか。やっぱり韓国でもね、オンラインでお仕事が進んでるみたいですね。なんかでもこの間展示会かなんかあったと伺ってましたけど。そうなんですね。韓国で。한국에서도전시회가있었다고、네、들었는데전시회있었는데마스크끼고장갑끼고이렇게해서사람은많지않았고요그래도안전하게했습니다별일없이展示会の時に皆さんマスクとか手袋を基本にして試着して参加はしたんですけど、でもやっぱり前みたいにたくさんの人数は集まることはできなかったので、ちょっと静かに皆さん気をつけながら終わりにしました。でもなんかこう販売するものってこのコロナのせいでなんかこういうものが売れましたとかっていうのはあります？なってもね、오히려반대로이런게팔리는게있냐。아네저소독제랑핸드크림종류케어종류가많이팔리는것같습니다やっぱり消毒グッズとか商品とかケアの商品の方がやっぱり最近人気になりました。日本でもネイルサロンにね、なんか来れないっていうでジェルをやってしまったんだけれども、どうしようって困ったわっていうお客様がいらしてて、それで私たちの協会ではご自宅でされるときはこんな方法ありますよっていうものをお客様にねお渡しするようにっていうので、自宅でネイルサロンに行けるようになるまでみたいなのがあったんですけど、韓国ではどうだったんでしょうかね。そういうお客様が困ってるってことあったんでしょうか、ね、韓国도뭐요즘좀조심해서여러가지필요한물건들구매하면서하고있다고니가얘기한테そうですね、韓国の方も自宅でネイルの基本のセルフでちょっと少しだけ管理ができるようにホームキットみたいなことも商品を作って、サロンの方が販売とかも進める中です、スクールはどうなってますか。スクールはネイルスクールはお願いします。ネイルスクールはスクールは、ね、スクールは비대면수업하고서로이제보지않고온라인수업많이하고있습니다。そうですね、今みたいにオンラインでモニターで見ながら授業も進める中です。なるほど。今スクールのお話が出ましたので国際検定試験についてもちょっとお伺いを、はい、してみたいなと思うんですけれども、ね、はい、水野先生から。本さん、水野です。こんにちは。こんにちは。2年前の2018年の春ぐらいから国際ネイル検定を韓国でも実施をされていると思うんですが、韓国で確か国家試験がネイリストであったんですが、
それと別にどうしてネイル協会の国際ネイル検定を開催されようと思ったのか、私実はこれ聞きそびれまして、うん、今聞けるならばと思って、質問させていただきました。わかりました、エリカさん。あ、とりあえず音があんまり聞こえなくて、ね、水野先生はこうおっしゃったんです。韓国では国家試験がね、ネイリストの国家試験あるのに、なぜ日本ネイリスト協会 の、 国際検定試験を受験されようと韓国の方は思ったのでしょうか。私通訳で、うん、日本語の通訳국가시험있는데도왜 JNE 시험은아 JNE 국가시험은기초적인걸많이보고요기초적으로살롱에서일을할수있는지없는지를보는거고또좀더기술을하고싶으신분들이좀기술적인부분을업그레이드하기위해서 JNE 시험을보고있습니다やっぱり韓国の国家試験の方はベーシックの基本的な技術テクニックを勉強するっていうことが基本の考えで、やっぱりもうちょっとアップグレードしてプライドを持って、うん、仕事をしたいっていう方が JNE の試験を受けることに受けることを考えて試験を受けました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。カムサミダ、何かその受けた方たちが、うん、その試験を国際検定試験を受けたことによって何かいいことがあったとか、うん、技術力が向上したとかっていうことはありますか。で、あむれど技術적인부분에서다른나라의기술을조금더섬세한기술을많이배웠기때문에케어라던가이런것들에대해서조금더프라이드를갖고기술적인부분을굉장히좋아하시는것같습니다그런부분들やっぱりそうですね韓国の技術だけじゃなくて外国の技術もちょっと勉強してやっぱり日本の繊細的なケアの技術とか、うんうん、なんかもうちょっとアップグレードした技術のことに関して皆さん勉強ができたのですごく皆さんプライドを持って仕事を進めるです、うんうん。じゃあこの JNE の国際検定試験の中で特に感銘を受けられたのはやっぱりネイルケアの部分だったんですか。ね、ケア、ね、ケア쪽이섬세하기때문에좋아합니다。やっぱりそうですね、すごく繊細的なケアの技術を勉強になることが皆さんすごく喜びました。今国際ネイル検定は基本日本の産休と同等のケア中心で、はい、やはりそういう意味ではケアを韓国でも重視していただいているっていうのは、とても楽しく嬉しく思っております。うん、うん、実際この国際検定試験を受けられた方々はどのようなというふうに活躍されていらっしゃるんでしょうか。韓国のネイル業界で、うん、네、저희는지금시험보신분들이보통다교수님들이셔서요교수님들이지금차근차근이제시험볼수있을때까지준비중입니다。基本韓国の JNE の試験を受けた方は基本教授大学校とかスクールの教授さんの方が基本的な試験を受けた方になるので、うん、その教授さんの皆さんがまた学生たちを教えてまたその次の試験を受けることができるように今皆さん教育の方で力を入れてお仕事を進める中です。うーん、主に指導に当たられていらっしゃる方々がうん勉強してくださってるっていうことですけど、この JNE の試験は韓国では広く知られておりますか。韓国で、ね、そうですね、やっぱり日本のネイルの試験ってことは皆さんご存知です。やっぱりじゃあ韓国の方でもねこの日本のネイルの技術って注目されてるんですね。そうですね、うん、また今日本でもお客様が全く来ないとかっていう状態ではないんですね。うん、こういう状況だけれどもやっぱり爪はやらなくちゃっていうね、うんうん、それとネイルサロンその感染ネイリストさんも感染した例はあります。
お客様から感染した例はあるんだけれども、そこが感染源になって広がっていったってことはないんですね、まだ。だからやはりその感染症対策をきっちりやってることと、お客様もう我慢できなくなってやっぱりっていうふうに、少しずつ戻ってきてるんです、この広がってはいっても、だから動いてることは確かなんですけれども、韓国のネイルサロンでも全くお客様がいらっしゃらないということではないんでしょうね。네그렇지는않습니다そうですね、もう全くいないってことじゃなくて、やっぱり皆さん韓国のもすごく注意して管理しながらネイルの管理をする人なので、少しだけ減ったってことはありますけど、全くないってことはないです。コンさんは私もずっとお若い時から知ってるんですけれども、日本も韓国も昔はお客様なんて全くなくて、お客様を作るのにネイルっていうものは何だか、何なのかってことを広げることが大変で、毎日それで食べることも大変でっていう時代が長く続きましたので今全然私落ち込んでないんですけど、いかがですかコンさん。너무아기때부터일을 하셨을때 내 손은 없었을때도 일을 했었기 때문에 얼마큼 다시 사람 보는데 힘이 많이 든다는 거 알고 계실 것 같은데 네 맞습니다 지금 자기는 좀 불안하고 그런 게 있는데 지금 어떠시냐고 아 저는 심리적으로 좀 불안하긴 한데요 저희는 지금 코로나 끝난 이후를 대비해서 비즈니스를 열심히 또 준비하고 있습니다 불안하긴 하죠 やっぱりそうですね やっぱり不安不安ってこともありますけど、でも将来的にまたいいコロナが落ち着いた後のことも考えなきゃダメなので、その後のビジネスも考えながら今ちょっと準備をする中です。そうですね、一旦こう広まったものですから、女性はなかなかおしゃれをね諦めることがないというので、アメリカの方に聞いた話なんですけれども、昔第二次世界大戦の時にね、日本人はお米を探し歩いてたのが、アメリカの女性はカラポリシをどこで売ってるか探してたっていうね、この文化の違いがあって、どんなひどい時期になってもメイクもやめないし、爪も習慣づけば続いていくものなのでね、来年の6月あたりにワクチンが完成するというか、ね、韓国でもやはり配布されると思うので、やっぱり明るいですよね。これからお客様作るわけじゃないのでね、希望は持ってます。ちなみにそもそものお話になってしまうんですけど、韓国ってやっぱり日本みたいにもう全ての女性がやっぱりこうネイルってものをよく知って、こうサロンに通ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃるんですか？한국여러분처럼 거의다내일을알고있어서살롱이 굉장히 많이 가고 있고, 또 요즘 이제 손님이 조금 적다 보니까 선생님들이 공부하는 시간이 늘어나신 것 같아요. 그래서 기술이 조금 더 올라가는 느낌이라고 할까? 네, 그렇습니다. 소대스네. 기본 한국の 女性の方は 내일ってことはもうほとほぼほぼご存知なので、今はやっぱりコロナのせいでお客さんが少しだけ落ち着いて、ちょっと減ったんですけど、でもこの時期にネイルプロのネイルリストの皆さんがお勉強する時間がちょっと増えたと思うので、今はみんな勉強をすごくする人なので、逆に技術的にもうちょっとアップグレードするんじゃないかなっていう考えもあります。コンさんね、韓国って結構ジェルメーカーとかネイルプロダクツのメーカー多いでしょ、これからケアっていうのはまだまだ伸びますかね。ね、安定です。すいません、ちょっと今マイクの方があんまり聞こえなかったんです、ね。また水野先生が必要です。いや大丈夫。日本語で通訳しますか。どうなってんのかな。なんか韓国は結構ジェルやポリッシュやそういったものがすごく人気ですけれども、ケアについてもこれからますます人気が韓国では出そうですか？ね、맞습니다。あむれど깨끗한거를좋아하시고또워낙에또케어쪽이요즘조금더많이인기가있어지는것같습니다。
そうですね、基本のあの綺麗な手を皆さんお客さんが好きなので、うん、やっぱりケアの方もすごく徐々に徐々に人気が増える方なので、うん、あのあと今から将来的にもうちょっと人気になると思います。よかった。今ね、いじてるよ。今はちゃんと聞こえます。ところで、今韓国ではどんなネイルアートが流行してますか？うん、요즘マグネティアートが많이유행하는것같습니다。やっぱりジェルネイルの中でマグネットを使ったカラーのジェルがあるんですけど、そちらの方がすごく人気ですね。あったね、磁石でこう動くんですね。ダラが磁石で鉄粉が動くんですよ。あ、これ、ま、これはあれだ、ミラーネイルのようにちょっとこう ミラーネイルっていう、ね、言うの、これ何ネイルって言うんですか、コンさん。이거자석마그네틱네일입니다마그네틱네일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 네角度によってこう艶感とか、そうですね、はいはい、が違うんですね、うん、これ日本でもいけそうですね。ね、素敵です、ね、日本でよく人気みたい、人気、あ、日本の方も多分流行がるって話を聞いたので、ね、はい、この指のにぎにぎしてるのは何なんですかね。光の反射が。あとなんかもう一つちょっとあのトレンドがあるというあの画像の方を今日ご用意いただいているようなので、皆さんにお見せしてもよろしいでしょうか。はい。ちょっと、で、요건チビ들어가있어서좀귀엽게하시는분들은요거좋아합니다。基本的にカラーのカラージェルの中でブラックのチップとかなんかゴールドのチップとかなんかあのいろんな素材が入ってるカラージェルの方にもあのすごくす、ね、うずらの卵デザイン。うずらの卵。美味しそう、ね。そうですね。はい。これジェルの中に黒いあのグリッターのようなものが入ってるんですか？そうですね。ねえねえ、はい、これ最初から入って後で混ぜたものかしら？あ、最初から入ってます。最初から入ってる。グリッターです。ダメです。グリッターですね。このうずらの卵は何ですか？すごく気になるんだけど。卵ネイルだ。なんか卵ネイルってことが最近人気なので。一緒でしょみたいな。韓国料理食べたい。저희가요즘출장을못가서요리실력이늘었습니다。나중에오시면같이맛있는거해먹으면좋을것같습니다。最近私たちも出張とかが行けないので、ずっと家にいてお料理とかずっと作るので、あのちょっと。料理がもだん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 上手くなったからぜひ後で来てください。上手になりました。でご用意します。あのタッカルビが食べたいんですができます？ああそうなんですか。저희는우동이먹고싶습니다。あの本さんはうどんが食べたいって。うどん太るよ。食べ物の話もしてないところなんですけれども。食べ物の話はいつまでも来た。確かに韓国美味しいもの多いですからね。ね、私世界で一番好きな食べ物韓国。ちょっと一酒最後にコンさんね。うん、日本は今のリモートワークで自宅で勤務されている人が多くて、そして、都心部。またはあの繁華街といいますか、都市の中のネイルサロンよりも郊外のネイルサロンが今ちょっと忙しいんですが、韓国でも同じような現象なんですかね。で、クロット。そうですね、韓国もあの一緒だと思います、うん、リモート多いんですね。で、うん、なるほど。さあ、そしてあのいろいろとまだまだ、うん、お話をお伺いしていきたいところなんですが、お時間がちょっと近づいてきてしまっておりますので、あのコンさん、韓国ネイルディーラー協会会長というお立場でいらっしゃって、今後あの取り組んでいきたいこととか、あるいは日本や各国のネイル関係者の皆さんに何かこうお伝えしたいこととかあれば、ぜひ最後にお願いしたいと思います。で、で다들힘드시겠지만이제저희도마찬가지고코로나가끝난이후에 시장은더많이클것같기때문에저희협회도그렇고그걸대비해서학생들을잘가르치고또열심히비즈니스준비하겠습니다。あのやっぱり今の時期皆さんにもすごく大変な時間だと思うんですが、でもあのコロナが終わった後
の時にはやっぱりネイルのビジネスももうちょっと大きくなると思うので、あの今から皆さん勉強とか学生さんを育って将来的にもうちょっと広げることができるようにビジネスを考えながらあの頑張るので、皆さん頑張ってください。はい、元気出ますね、はい、うん、一緒に頑張っていきましょう。頑張るぜということで、この時間韓国ネイルリーダー協会会長のコン・ランギョンさんと秘書のエリカさんにご出演をいただきました。カムサムニダ、ありがとうございます。サンゲタン、こんばんはせよ。はい、サンゲタン、サンゲタン、カムサムニダ。さあ、ということでここまで韓国におけるネイル事情をお伝えをしてまいりましたけれども、アジアのネイル事情シリーズとしてお伝えをしておりますこの枠なんですけれども、今日この後夕方には台湾編、明日は中国編も予定をしておりますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。さあ、ネイル TV まだまだこの後も続きます。15時からはネイルクイーンコーナーということで、モデル部門受賞のみちょぱさんをお迎えしてお届けをしてまいりますので、ぜひご期待をいただければと思います。最後少し駆け足になりましたけれども、ご参加をいただきました、先生お二人ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ皆様この後もネイル TV でお楽しみください。